背景です。今回は今季の西武の試合が3倍楽しくなる方法ということでですね、まあ、後半戦がね明日からスタートしていくということでね、まあ、ただね前半戦ライオンズ本当に厳しい戦いを強いられてしまいました。まあ、正直ですね今のライオンズ見てて、まあ、面白くない、つまらない、辛い、もう本当にファンを辞めたい、なんなら実際にファン辞めてしまったみたいな人もねちょっとちらほらいるみたいなね話も聞いたりして、まあ、本当に今ね、ライオンズファンは、まあ、この前半戦の戦いを見てですね、まあ、本当にね、ここまでの大体3ヶ月間、まあ、みんな辛い思いをね、結構してきたんじゃないかな、というふうに思います。それはまあもちろんね、僕もそうなんですけれども、ただね、やっぱり、それでもね、まあ、多くの方がライオンズファンやっぱ辞めることができないし、まあ、なんだかんだ言いながらも毎試合ライオンズのね、試合見たりとか、試合結果をチェックしたりとかってしてると思うんですよ。まあ、僕もね、まさしくそういう感じなんですけど、まあ、どうせ試合見るなら、まあ、どうせライオンズをね、応援するのであれば、まあ、やっぱり楽しく見たいじゃないですか。まあ、プロ野球って結局はね、趣味なので、娯楽でもあるし、やっぱ楽しいものだと思うんですよね。そこで、まあ、今回は、まあ、これからね、やっぱ後半戦、正直言ってライオンズ、もうクライマックスだったり優勝だったりとか、ちょっとね、厳しい状況かもしれないんだけれども、まあ、ライオンズの試合をね、楽しくなる方法っていうのを、まあ、僕がね、ちょっと考えてみたので、まあ、それをね、今回は皆さんに、まあ、シェアして、まあ、ちょっとでもね、後半戦、まあ、みんなで、ライオンズの試合をね、まあ、僕も配信とかしていくので、見ながらね、楽しんでいけたらいいのかな、というふうに思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということでね、まあ、後半戦の西武が今より3倍楽しくなる方法ということで話していくんですけれども、まあ、一つだけね、ちょっと、言わせていただくと、これあくまで僕の見解で、まあ、これもちろん全員にね、こういう考えをしなさいっていうふうに押し付ける意図も全くないですし、まあ、あくまで一人のファンがね、なんか言ってんなぐらいに、聞き流してくれたらいいですし、まあ、ちょっとでもね、まあ、共感するところだったりとか、いやいや、やっぱここはこうなんじゃないかっていうふうに思ったところがあったらね、まあ、そういったのはコメント欄の方に書いていただけたらと思います。あくまでこれはね、僕の考えになりますので、まあ、そこだけ、ご了承いただきたいなというふうに思います。はい、それではですね、早速ね、まあ、僕が考える西武が今より3倍楽しくなる方法を話していきたいと思うんですけど、まず一つ目ですね、これがまず絶対条件、大前提になるかなっていうふうに思います。それが、勝ちを期待しない、勝敗を気にしないということですね。まあ、正直言って今のライオンズってなかなかやっぱ勝つことができなくて、まあ、勝敗に勝ち負けにちょっとこだわりすぎてしまうと、観戦してる時に本当にね辛くなるんですよね。やっぱ勝ちを期待して、まあ、テレビをつけて試合を見る、あるいはね現地に行って応援をするっていうところ、それで、まあ、とんでもなくね、本当に負け試合を見せられてしまったら、まあ、めちゃめちゃ辛い気持ちにもなるし嫌な気持ちになるじゃないですか。まあ、もちろん僕も今まだライオンズの試合見てて負けたらねめちゃくちゃ悔しいし、まあ、本当に接戦とかで競り負けたりしたらめちゃめちゃ悔しい気持ちはあるし、なんならやっぱり勝ってほしいって思いもあるんですよ。勝ち試合やっぱ見たいなって思いもあるので、まあ、勝ってほしいなって気持ちも思って応援はしてるんだけれども、まあ、ただやっぱり過度な期待はね、もう今のライオンズには正直してはいけないのかなというふうには思うし、まあ、自分の精神衛生上も負けるのが当然ぐらいのマインドを持っておかないと、なかなかね精神持たないんじゃないかなというふうには思います。まあ、冷静に考えてみてほしいのが、今のライオンズのもう勝率を見てもらうとわかるんですけど、3割ですよ。うん、3割なんですね勝率。ってことはもう7割は負けちゃうわけですよね。って考えたら、まあ正直言って負けるのって割と当たり前だと思うんですよね、今のライオンズからすると。だから今ライオンズはもう勝率が3割っていうことをもう絶対にね忘れてはいけない。まあ例えば5割とかあるいは6割近くあるんだったらね、まあ2試合やれば1回勝つかどうかぐらいですよ。そしたらまあ当然勝ち期待したくなるとは思うんだけど、まあ、3割なのでさすがにねそれをやっぱ忘れてはいけないのかなというふうに思います。このマインドっていうのがまず楽しむ上での絶対条件にね、一つなってくるんじゃないかなというふうに僕自身はね、感じております。でその中でね、まあ、やはりライオンズの、まあ、ここに後半戦注目した方がいいっていうところの2つ目としては、まあ、強力で将来性のある先発陣ということですね。まあ、今ライオンズねめちゃくちゃ正直言って弱いです。もうパリーグでも順位ダントツ最下位っていうことですし、もう5位ともね10ゲーム差とかついてしまっている。もう本当にはっきり言って12球団で一番弱いと言ってもね過言ではないぐらいだと思います。まあ実際に交流戦も12位だったっていうのもありましたよね。
ただですね、その中でもやっぱり先発陣だけはね、結構タレントが揃っている。これがやっぱライオンズのね、強みなのかなというふうに思います。まあ実際ね、現在奪三振リーグトップの今井投手、さらに新人王最有力候補と言われている竹内投手、まああとは日本代表にもね、選ばれている左ピッチャーの隅田投手だったりとかね、まあここら辺やっぱ中心に、ここ最近では菅井投手だったり、青山投手だったり、渡辺裕太郎投手とかの若手ピッチャーも、まあ台頭をね、見せ始めているというのがあるんですよね。まあ実際にチーム全体の先発陣の成績を見ても、今シーズンここまで先発防御率はリーグ2位、HQS 率、イニング数に関してはリーグトップということでね。まあ本当にね、先発陣が長いイニングを投げてくれたりとか、その中でしっかりとね、抑えてくれているっていうのがあるんですよね。パリーグダントツ最下位ではあるんだけど、ここの数字っていうのはリーグでもトップクラスのね、ところに位置しているということなので、やっぱりね、こういうところにね、しっかりと目を向けていくとね、ちょっとでも、まあ、ライオンズの試合見ながら、ポジティブな気持ちにはなっていけるんじゃないかな、というふうには思いますね。まあ、実際に今シーズン先発したピッチャーの平均年齢のところを見ても、25歳ほどなんです。24歳とか、そんぐらいなんですね、平均年齢が。って考えたら、将来性はめちゃくちゃあるわけですよ。実力もそれなりにある中で、まあ、将来性もね、しっかりとある先発ピッチャーということで、今のライオンズだけを見てしまうと、ちょっとね、絶望感があるかもしれないけれども、先発陣っていうところを見ていくと、本当に夢と希望に満ち溢れた先発陣なんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、ライオンズのやっぱ先発陣にね、今後も注目していけるといいのかなというふうには思います。はい、続いてですね、3つ目としては、まあ、野手陣にも巧妙が見え始めているということでして、まあ、ライオンズ、はっきり言って今シーズンの一番の低迷の原因何かって言ったら、まあ、野手陣、まあ、得点力ってところが、まあ、一番の低迷な要因だと思うんですよね。まあ、なかなかやっぱ点を取れなくてね、それで勝てないという試合が、まあ、今シーズンずっと続いてしまっていました。まあ、あとはやっぱ中継ぎ陣もね、ちょっと課題っていうところもあるんですけれども、で、これはまあ、今シーズンに限った話ではなくてね、もう昨シーズン、一昨年のシーズンぐらいから、もうぼちぼちライオンズの得点力っていうところは、まあもう本当に減少傾向になってきていたわけですよ。実際ライオンズの野手陣を見ていても、約7年間はね、コアとなるようなレギュラー選手が出てきていないっていうのもあるし、まあ補強もやっぱなかなかうまくいっていない。FA に参戦しても獲得できなかったりとか、今シーズンに関しては外国人選手を獲得したけど、まあ2人ともなかなか活躍しなかったりとかっていうところがあって、まあとにかくね、育成も補強もうまくいっていないような、本当に深刻な状況ということになってしまっております。で、その中でも今シーズン序盤はね、若手の台頭もなくて、本当に苦しんでいた中ではあったんですけれども、ただね、ここ最近は山村選手がね、6月以降スタメンに定着をして、監督代行の方もね、もう後半戦も山村を4番で行くみたいなね、ことを明言していましたし、まあ、西川真奈選手もね、コンスタントにね、結果が出るようになってきております。で、新しく帰ってきたソフトバンクから来た野村大樹選手も、まあ、勝負強いバッティングでね、この前もホームラン打ったりとか、まあ、活躍をしてくれているというところで、まあ、結構ね、若い選手がね、前に比べたら出てきてはいるのかなというのが、高崎ライオンズの印象なんですよね。まあ、一番ね、やっぱどん底は交流戦の、まあ、最初の、まあ、交流戦からそれ前までですね、交流戦終わるぐらいまでの時が本当にどん底の状態で、若い選手もなかなか出てこないし、まあ、外崎選手もなんか怪我しちゃったりとかね、その時打ってた岸選手も怪我しちゃったりとか、源田選手もなかなか結果出なかったりとかってところで、まあ、そこがめちゃめちゃもうどん底の状態だったんですけど、まあ、正直言って今はもうそのどん底の状態は抜けていて、少しずつね、希望は見え始めているような状態なのかなというふうに思います。なので、やっぱりどうしてもね、点が入んなくて負ける試合が多いので、野心野心、もっと頑張れよっていう風に、まあ、思いたくなる時もあると思うんですが、その野手陣も少しずつやっぱり改善傾向にあるし、まあ、良くはなってきているっていうところはね、忘れないでね、そういった部分にしっかりと目を向けていけるとね、まあ、もっともっとライオンズのね、観戦楽しくなっていくんじゃないかなという風には思いますね。はい、そしてね、まあ、最後なんですけれども、まあ、これもある意味ちょっと考え方みたいな話で、まあ、勝利のありがたみをね、まあ、結構やっぱり感じるなというところなんですよね。まあ、やっぱり勝つ試合がね、あまりにも少ないわけですよ。まあ、勝率3割っていうことなので、まあ、3試合に1回なわけですよね、勝つ確率が。もう1カードに1回勝つかどうかみたいなのが、まあ、今ライオンズだと思うんですよね。週に1回勝っても2回みたいな感じになってきております。まあ、だからこそなんか勝った時の喜びとか感動っていうのが、なんか例年よりもちょっと大きいなっていうふうに思うんですよね。なんならこの前の青山湊投手の完封なんかもちょっとなんか僕も本当にこう、なんか目頭熱くなったようなね、こともありましたし、まあなんか本当にたった一勝なんですけれども、なんかその一勝の喜びだったり重みっていうところが、
なんか去年だったりとか、それこそめちゃめちゃ勝ちまくった時と比べると、よりなんか強く感じるようになってきているのかなというふうには思います。まあ、勝つことに慣れてしまうと、なんかその喜びっていうのは結構薄れてしまうと思うんだけれども、まあ、なんかこういうふうにたまに勝ってくれるからこそ、その喜びだったりありがたみを感じることができる。なんかこれもある意味、今のライオンズの新たな楽しみ方というか、まあちょっとずっとねこういう感じが続いてしまうとね、それこそまあ来年再来年ね、その先もずっと今年みたいなシーズンが続いてしまうと、本当にちょっとそれは辛いですし、まあライオンズの球団自体が本当になくなってしまうんじゃないかみたいなところまで心配になってしまうんですけど、まあね、もしかしたら来年だったり再来年以降はね、もっともっとチーム良くなっていくと思うので、まあその時にね、勝つ喜び忘れないためにも、今のねこう弱い間にまあ勝つありがたみだったりとか嬉しさっていうところをね噛み締めるっていうのも、まあある意味楽しみ方の一つなのかなっていうふうに思うので、まあこういう楽しみ方もねしてみるといいのかなというふうに思いました。はい、まあ一応ね今回は僕なりにね、こっから後半戦のねライオンズの試合の楽しみ方っていうのをまとめてきました。まあ正直言ってですね、まあプロ野球って本当に娯楽に過ぎないと思うので、見てて本当に辛いだったりとか、やっぱりそれがねストレスになってしまうってことだったら、まあ、僕はもう離れることも全然大事だと思います。別にそれを僕悪いと思わないですし、だからといって本当にファンなのかとかね言ったり全然しません。なんなら別にファン辞めたって思って仕方ないと思います。チームが弱いんでね、それやっぱチームが弱くなったらファンが減るっていうのは、まあプロ野球ってやっぱ興行なのでね、それ当たり前のことだと思うし、強くなったらまたねファンが戻ってきたりとか、まあ新たなファンがね増えていったりとかっていうことに、ね、なってくるシステムだと思うので、まあ皆さんもね、今シーズンライオンズの試合見ていて本当に辛いなと思っている時はね離れるってことも大事だと思いますし、まあどうせならねやっぱり楽しみながら見れたらいいかなっていうふうに思うので、まあもちろん僕もね批判的な動画だったりとかそういったコメントもね時にはねするかもしれないんですけれども、まあそれも含めてね僕は結構楽しいなっていうふうにも思っていますし、まあ今後もねなんだかんだねライオンズのことを僕は大好きなので、あのライオンズのね観戦を一緒に楽しんでいけるように応援していけたらなというふうに思います。最後までありがとうございました。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説を話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。